ネットでも時々見るんですけども、僕前々からですね、あの、エボシと、あの、サンは、親子じゃないかなというふうに思ってましてですね、ネットの中書いてる人も見たんですけど、みんなね、根拠はないがって書いてるんです。で、僕もね、あの、根拠はないんですよ。あの、宮崎さん、どこにもそんなこと語ってないし、鈴木敏夫の発言も、だいたいさらったんですけど、どこにもないんですね。<laughs> 不用意に見てる鈴木敏夫がどっかでいてないかなと思ったんですけども、ないんですけども。ただし、 不自然なことがあるからなんですよ。なんでかというと、サンの生い立ちのですね、森を犯した人が山犬を恐れて、生贄として赤子を捨てていった。もうそれだけなんですよ。エボシ午前にすらですね、ま <laughs> 売られていって、ワコ <laughs> を取れてとかですね、あと自己棒とかですね、いろんな人にですね、山のように設定ついてるんですよ。でもサンだけ、たった一行だけなんですよ。あまりに言葉足らずで不自然で、おまけにアニメの中で結構改装シーン出てくるんですけど、サンの赤ん坊の頃の画像もない。 まそれはなんか、理由があるんだろうというふうに僕はやっぱ考えちゃうんですよね。もし、物の姫さんがエボシ御前の赤ん坊だったら、いろいろ説明がつくんですね。なんでかっていうと、和光の東黙を殺したぐらいだから、当然そいつの子供がもしいたとしたら、あんまり愛情を持ってないだろう。いや、そうじゃなくて女なんだから、産んだ子供に愛情があるはずって思っても、いや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 違うんですよ。女毛沢東なんですよね。エボシは。普通の女ではなくて女毛沢東だから、 なんかそこら辺はちょっと普通とメンタリティ違うということも考えられると。エボシのたたらバに子供がいない。三次制限を激しく引いてるっていうのも、エボシ様自身がまず自分の子供を捨てたというか失ったっていうのを、 みんなに分かるようにしてるんだったら、なんとなくね、その場、みんなが村の中で子供が我慢するっていう風なことを納得してるのも、なんか自分の中で筋が通るなというふうに思ってるんですね。で、エボシとサンの間の親子関係って考えると、エボシと山陰のモロですね、モロの君が激しく憎み合うのもですね、分かりやすくなるんですよ。だって、この映画の冒頭で、モロはエボシから撃たれて怪我をするんですけど、撃たれるまで別に恨みは強くないはずなんですよ。 ところがなんであんなにお互いに名指しで恨み合ってるのか。モロはエボシを噛み殺すまではやめれないって言っててですね、個人的な恨みなんですよ。なんでそんな個人的な恨みなのかっていうと、やっぱあの、エボシにしてみればですね、いくら捨ててもういない子供だと思っていても、モロが病の子供として育てるっていうのはまさに自分の罪の意識っていうのを象徴になるわけです。やっぱり、見るたびに罪の意識がうずいてしまう。で、そういうふうに考えてみると、僕前から、 さん、もののけ姫の顔の入れ墨、誰が入れたんだろうっていうふうに、すごい不思議だったんですよ。で、解釈の一つとしては、さが大きくなった時にもう自分は人間ではないんだ。 え、涙を二度と流さないんだ。というふうに考えて自分で掘ったということもできるんですけども、いや、なんか捨てられるときにもうこの子は人間ではないという意味です。掘られて捨てられたんじゃないかなというふうにもちょっと考えちゃうんですけど、とにかくそこら辺でですね、そのろと、そのエボシの間の感情のブレっていうのは、あの3、3もののゲーム中心とするといろいろ説明がつくんですね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ではではよろしくではではよろしく